日本製鉄機密球場は千葉県機密市にある野球場。日本製鉄東日本製鉄所機密地区の敷地南側にあり、日本製鉄大和田住宅の敷地に隣接している。日本製鉄の子会社の日鉄ビジネスサービス千葉が運営管理を行っている。社会人野球チームの新日本製鉄機密が1975年から2002年まで本拠地として使用し、 2003年からは、同チームが、広域複合企業チームに移行したカズサマジックが2012年まで使用し、その後親会社の合併により誕生した、新日鉄住金カズサマジック、さらに親会社の名称変更によって解消した、日本製鉄カズサマジックが使用している。2010年には、夢半島千葉国体の軟式野球の開催球場の一つに指定され、 同球場で5試合が実施された。2012年10月1日に新日本製鉄と住友金属工業の合併によって新日鉄住金が発足したのに伴い新日鉄住金機密球場と名称変更され、さらに2019年4月1日に新日鉄住金が日本製鉄と社名変更したことで現名称となった。 2013年11月から2014年3月にかけてファールグラウンドの人工芝化ブルペンの増設、スタンドのフェンス設置、塗装の補修などの大規模な改修工事を実施した。2月下旬から3月上旬にかけての土曜日にオープン戦が行われる際には、球場開きが実施され、試合前に日本製鉄カズサマジックと対戦チームの 新加入選手の紹介が行われた後、日本製鉄機密製鉄所長による支給式が行われる。この4チームは、日本野球連盟の登録上は、同一チームであり、大会出場数などの記録も通算されている。ありがとうございます。